投げよった。あっち行こうか。ちょっとね、雪のある残る林の中にちょっと入ってみましょうか。林の中多分雪には溶けてないと思うんで。昔はね、こうやって雪がね、山の中に根雪としてね、この辺りもあったらしいんですよ。冬の間、1月2月はね、山の中に、根雪があって、そこに獣の通る道がね、くっきりと残るんです。特にイノシシやシカはね、子供には無理ですけども、私の友人なんかはウサギをね、捕まえるのに山の中のね、通り道を見つけてウサギを取ってね、晩ご飯のカレーによくね、入れてもらったそうです。まあそれぐらい、そんなことがね、できるぐらい冬の間はね、ここらはよいしょ、根雪があったっていうことなんでね、今はもうそんな根雪どころの話じゃなくて、年間何回こんな風に白い景色が見えるかっていう程度なんですけどね。もうやっぱりね、平均気温かなりね、上がってるんでしょうね。まあ、私の友人もね、もうじき70になりますけども、その人らがね、小学生の頃はそんなんだったそうです。まああんまり私も変わらんけどね、60過ぎてますんでね。ベース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 はね、よう声の方向でね、判断つくみたいです。呼ばれてね、慌ててきたんで気を置いてきました。冷たいのに入んの。雪のね、中に残る足跡はね、雪が降って新雪の時はすぐ分かり、一個ね、ポーンとつくんで分かるんですよね。それが根雪になったりして何日も残ってると、たくさんの動物がね、同じとこ通るんで、本当にね、はっきりと道になって見えるそうです。私はまあスキー場なんかではね、時々新雪の上に残ってる足跡、まあ主にウサギが多いですけども、足跡ね、時々上から見ても見える時ありますけどね。そんなんはね、スキー場でもよく見かけます。冬の間にうろうろするウサギがやっぱいてるみたいですね。